皆さんこんにちは、ロシア語の先生です。今日の授業を始めていきましょう。今日はまた絵本を読むシリーズの続きをします。今日ご紹介する絵本は3匹のクマというお話です。これまでに、大きな兜と手袋をロシア語で読むのをやりましたけれども、3匹のクマご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれないので、日本語バージョンと、あと、出来上がったらロシア語バージョンもアップロードします。今日の動画では日本語で読みます。それでは始めます。トルストイ、3匹のクマ。一人の女の子が森へ遊びに行きました。女の子は迷ってしまって家へ帰る道を探しましたが、どうしても見つかりません。ふと気がつくと森の中に小さな家がありました。戸が開いています。覗いてみると誰もいませんので中へ入りました。この家は3匹のクマの家なのです。1匹のクマはお父さんグマで、名前はミハイル・イワナビッチと言います。体がとても大きくて毛むくじゃらです。もう1匹のクマはお母さんグマです。体は少し小さくて、名前はナスターシャ・ペトローブナと言います。3匹目は小さなクマの子で、名前はミシュートカです。3匹のクマが家にいなかったのは散歩に出かけていたからです。クマの家には部屋が2つありました。一つは食堂で、一つは寝室です。女の子が食堂に入りますと、机の上にスープの入ったお椀が3つありました。とても大きなお椀はミハイル・イワナヴィッチのお椀です。中くらいのお椀はナスターシャ・ペトローブナのお椀です。小さな青いお椀はミシュートカのお椀です。どのお椀のそばにも、おさじが一つずつ置いてありました。大きなおさじと中くらいのおさじと小さなおさじです。女の子は一番大きなおさじを持って、一番大きなお椀のスープを一口飲みました。それから中くらいのおさじを持って、中くらいのお椀のスープを一口飲みました。それから小さなおさじを持って、青いお椀のスープを一口飲みました。女の子はミシュートカのスープが一番おいしいと思いました。女の子は椅子に座りたいと思いました。机の周りには椅子が3つあります。大きな椅子はミハイル・イワナヴィッチの椅子で、中くらいの椅子はナスターシャ・ペトローブナの椅子で、青い座布団のある椅子はミシュートカの椅子です。女の子は大きな椅子によじ登ろうとして落っこちてしまいました。次に中くらいの椅子に座りましたが、座り心地がよくありません。そこで小さな椅子に座ったら、とても座り心地が良かったので嬉しくて笑い出しました。それから青いお椀を膝の上に置いてスープを飲み始めました。すっかりスープを飲んでしまってから、椅子をシーソーのように動かして遊びました。そのうち小さな椅子が壊れて、女の子は床に転びました。起き上がった女の子は椅子をまっすぐに起こしてから、もう一つの部屋へ行きました。そこにはベッドが3つありました。大きなのはミハイル・イワーナヴィッチのベッドで、中くらいのはナスターシャ・ペトローブナのベッドで、小さなのはミッシュトカのベッドです。女の子は大きなベッドに寝てみましたが、広すぎます。中くらいのベッドに寝てみましたが、高すぎます。小さなベッドに寝てみますとちょうどよかったので、すぐに眠ってしまいました。3匹のクマはお腹を空かせて帰ってきてご飯にしようと思いました。大きなクマは自分のお椀を手に取って中を覗いたと思うと怖い声で吠えました。誰だ、私のお椀のスープを飲んだのは。
ナスターシャ・ペトローブナは自分のお椀をのぞいて中くらいの声で吠えました。誰です、私のお椀のスープを飲んだのは。ミシューとかは自分の空っぽのお椀を見て細い声で言いました。誰だい、僕のお椀のスープをすっかり飲んでしまったのは。ミハイル・イヴァーナビッチは自分の椅子を見て怖い声で吠えました。誰だ、私の椅子に座って椅子を動かしたのは。ナスターシャ・ペトローブナは自分の椅子を見て中くらいの声で吠えました。誰です、私の椅子に座って椅子を動かしたのは。ミシューとかは自分の椅子が壊れてるのを見て細い声で言いました。誰だい、僕の椅子に座って椅子を壊したのは。三匹のクマはもう一つの部屋へ行きました。誰だ、私のベッドに寝て敷布をしわくちゃにしたのは、とミハイル・イヴァーナビッチが怖い声で吠えました。誰です、私のベッドに寝て敷布をしわくちゃにしたのは、とナスターシャ・ペトローブナが中くらいの声で吠えました。ミシューとかは踏み台を置いて自分のベッドに入ろうとしましたが細い声で、誰だい、僕のベッドに寝て、と言いかけた時、女の子を見つけたものですからまるで怪我でもしたように叫びました。見つけた、捕まえて捕まえて、この子だよこの子だよ、早く早く捕まえて。そして女の子に噛みつこうとしました。女の子は目を覚まして三匹のクマに気がついて窓の方へ走りました。窓が開いていましたので女の子は窓から外へ飛び出して逃げました。三匹のクマは女の子に追いつけませんでした。おしまいです。はい、いかがだったでしょうか。ロシア語バージョンができたらまたアップロードしますのでよかったら見てください。では今日の授業はこれでおしまいにします。また次の授業でお会いいたしましょう。バカー。